それはキョキョキョだね。最近この白いハートにはまってまーす。ちょっと待ってね。もうメイクがトレットレだね、見て。なんかね、今日めっちゃドライアイでね、目が乾燥しててね。時々こうやって目がうるるになってね、それでメイク取れちゃうの。しょうちゃんさ、ごめんなんだけどさ、それ切ってもらってもいい？ええー、じゃあごめん。ちょっと待って。すいません。え、それあった方がいい？なんで？オッケー。じゃあ場所変えよう。変？いいよ。場所変える。トリースヤッホー。京子ヤッホー。かつさんヤッホー。ピンちゃん。オッケー。風呂でやってくるわ。オッケー。マスヤッホー。クロちゃん。今日はね、遠征3日目、髪の毛ボロボロですね。遠征目でした。なんだっけ、タコ漬けしてくれてた、思い出した、26日の赤いデビルな。嬉しかった、なんか褒めてくれて。あと31のさ、黒いやつ、黒い方のさ、悪夢ちゃんも届いたらいいの。そしたらどっちが好きだったかさ、ぜひ教えて。はるみ、はるみすやばーい。ズババ、いや、あいを切るよ。お疲れ様でね。楽しかったよ、3日間。来たよ、本当にいいよ。ならいいよ。え、チケ、こんばんは。ちょっと変なとこで配信してます。やっほー。そう、見てる、牢屋みたいな。ごめんなさい。充電がなくてね、そこもここか。中の頭ごとにしかなくて、手持ちになってしまいますが、手が震え 明日から、そう、セダ君、違うごこめんと、なさい、見た、今ごめん日もおなさい、泊全まりだ然よ。最近全然全トイレかと思っ然。今日もおた。泊まり。ここはね、洗面台のところ。かわいさ、洗面台の横でやってる。今朝ごめんなさい。あ、そう、さっきサイね、ズまだなのか、そもうう、ちょっとかすな。ぐ、すぐ人によってさ、ね、騒いで来てるさ、さ、違うね、特定。30、31らへんのね、特典から、最近ね、アプリ変えたの、高木ちゃん。ちょっとずつ変わってるかもしれません。わあ、チップ、わあ、チップカウントしとるやん。マイラインが、取りかけが一番ダサいか。これ手で取りたい、アイライン。あ、取れた。トイレじゃない、ここトイレじゃアイラインも取れた。すっぴんみたいな、目だけね。キーさん、こんばんは。イェーイ。なんでやねんって。なんでやねん。あ、あら、やほ。なんでやねん。なんでやねん。小児巫女はね、1年前ぐらい、1年ちょっと前ぐらいにやったことあるよ。巫女好きなん？巫女さん？
髪の毛少なすぎて量少ないんですよ私。ポニーテールにするとこんだけしかない。でも髪込みしてるっていうのもあるかもしれないけど。ちょっと少ない。買ったかも昔去年のね10月とかなんかそのぐらいにねやった気がするな。ちょうどフィットするぐらいにしますか。あやのちゃん、あやのちゃんって、あやのちゃん今日ありがとう話してくれて本当嬉しかった。ほらお揃い嬉しかったマジで、ありがとう。遠くから来てくれてさあありがとうね。本当にまさか就職知らないと思ってて、ちょっとまさか、え、嬉しいちょっと話してくれて、めっちゃテンション上がった。ラブラブ、ヤッホー。生誕前夜祭みんなで、え、どんな感じだったの？その場にさ、おらんかったけど、どんな感じかな？わからんかったけど。見たかったね。そう、時島愛ちゃんが誕生日を迎えました。十何分前、二十分何分前ぐらいの。てなかった。てなかった。なんかその時まだ今よりちょっと髪の毛が短くてね、ストレートヘアだった気がする。あとでツイッターちょっと遡ってみようかな。目が赤いそうと本当最近もともとドライアイなんだけど最近ドライアイがやばすぎて夜になったらやばいの。もうね、コロッコロコロコロすぎてね、そうそう涙が出ちゃう。福子こんばんは、やっほー。泣かないです、羞恥心。俺たちは泣いちゃったよ。ひろしでやっほー。ヒロシしたいないの？明後日か。ゆばらさんとのツーマン。そう皆さん次のねライブはあのゆばらさんとのツーマン。ぜひ遊びに来てくださいね。ラプンツェルヤッホー。お疲れ様ありがとう。ヤッホー。配信おつじぶ。で今日も痛いでしょ。昨日初めて喋って楽しかった。みたいのよろしくね。よろしくね。今日仕事で嫌なことあってメンタルブレイク。マジ？メンタルブレイクってなんだっけって意味考えてた時止まった。いやー。メンタルブレイクしたら美味しい食べ物を食べて。あれで今が一番頑張るとこ、辛いこともあるかもしれないけど頑張ってね、めげないでね、頑張って。つりちゃん、やっほー。あさって会えるから楽しみにしてるよ。ウッパ前にみんなからお花とかメッセージとか、え、マッサーもう贈呈したの？贈呈？今日忙しくて、さっきさリプかなんかしてくれてたよね、全体配信見てなかったーみたいな。なんか落ちたか、わかる、ベッド取ってたの間にさ入ったらさ、そのショート入るときはね、勝利に三つ限度に頑張ろう。でもさ、そうと思ってくれるの嬉しい。自分優先にしてね、本当に自分の生活とかが崩れたら本末転倒よ。自分を大切にしてね。今日はね、顔の調子がいいんだ。知らないわけないよってマジ嬉しい、本当嬉しくてさ、今までキャーッってちょっと嬉しかった。しかもさ、初めてやったね、ずっとツイッターしてたんだよ、ずっと。まずそうそうそう、なんかね、めっちゃね、あ、これやーと感動した。
今広島で火曜日には福井県に移動なの。あ、広島にいるんだ、いいな。無口県隣じゃん、隣やん。管理しちゃった。何杯コアいっぱい食べたの今日は。赤澤、あ、赤澤ありがとう。今日嬉しかったよ、会えて。久々に会えたよね。大阪ぶりの大阪だった気がする。なんかさ、何ヶ月とか、何年はないけど、結構1、2ヶ月じゃない、何ヶ月単位でさ会えてるのさ、なんか忘れないでいてくれて本当に嬉しいんだよね。嬉しいよ。めっちゃ名著じゃん、特にこっち見せて。配信終わった瞬間もうコンタクト取ってぶん投げちゃうもんね。めっちゃ生えてるよね、しかも。ね、ありがとう。疲れお仕事。縁起がええ町好きや、ええ町。それもね、大阪やねん。やだよ、来てよかった。確かに今日あったからね、好きなんだ、嬉しい。なんか明日と言っちゃった。そんな楽しまうよ、マジで楽しみ。普通の対話よりさ多いしさ、チャンス分数っていうか曲数っていうか、バイトやるよ。ちちちやっほ、たくみちゃんやっほ。たくみってさ、ボスんだっけ。もうボスはサトシなんだよな。そうね、頑張るね。でもね、そう、なんかね、モチベ、頑張るモチベみたいになってくれてるの嬉しい。頑張って、シロのために、シロのために頑張って。キャンドルドラえもんコーナー、そう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 、可愛いよね。ってことはキャンドルでドラえもんコーナーを見た時、シロのことを思い出してくれたってこと。おお、シロのことを日常的に思い出すようになったか。むしろ無理はせず、そうよ、無理はしないで。嫌なことあったけど、なんとか乗り切った。よかった、いいことよ、その乗り切ることが大事。でもちょっと辛かったら言ったら、私は元気あげるよ。お疲れ様、さっきのツイート見て、足が良くて音楽。あ、昨日のさ、さっきさ、主人がさ、冬、なんか週と冬過ごそうねみたいなさ、くどきツイートしたじゃん。あれは昨日よ。だから春熊ちゃん頼んでくれた、昨日。今日は違ったの、今日は違うやつ。水曜日あれはね、昨日の写真を使ったの。そうね、今日マウスピースつけてない。さっきめっちゃずれて痛くてね、だから今外してちょっと休憩してるの。目薬とかの目薬あるやん、目薬、それ専用の目薬。ありがとう、心配してくれとうやろ。勝利のために生きとる？生きてないか。勝利のためにか。は？勝利が自分にとっての生きがい。いいことじゃ、勝利がもうハッピーにしてあげる人生。さすが勝利。それサトシなんだよ、あの人、本当は。サトシっぽくないか。なんかあるんだよね、この人なんとかっぽいなーっていう名前。ジェジェジェは、ジェジェジェは、タクヤ。ヨちゃん、やっほー出た。ね、なんで最近ネピネピしてんの。ネピネピって何。何リリーベのオフ会でお食事会があったの、ディナーで。なんかみんなに可愛く見られたいなと思ってさ、来てくれる、それさ。だからさ、リズリサっていう、もう女の子みたいなプリプリっていうか、もう本当にフリフリリボンちゃんみたいなお店があるんだけど、そこには全然行かなくて、うん、でもなんか行って、男の子とか女の子とか誰でも かわいいと思うと、なんかプリプリ系のお洋服選んでくださいって言って、全身選んでもらったの、1年前ぐらいに。それぶりに来たんだよね。これはそ、リリベのオフ会用に買った以来、
あれは勝利なりのモテ服。でもさ、白いふわふわのさ、ニットって可愛いよね。痛い目がし。ちーん。そかそか。そうよ。はるかもち、あ、そうなのね、安心。気づくから。しかもあなたの誕生日よ。誕生日おめでとうだよ、2日前。よくわかったね、でしょ。そういうことでしょ。マジだっちょ。会ってたらやばくない？なんて言ったっけ。そうなの？全然詳しくない。赤ちゃんやっほー。絶対コロナ、え、でもあるよね、コロナの。そう、コロナでさ、もう店減っちゃったとかさ、そういうところ。え、三角公園に行ったの最近？ね、ここプチって出るの。ニキビ治った。あ、ちょっと赤い。治った。治ったニキビ。ビキニだった。ビキニ治りました。エイチ君、大阪お疲れ様。ありがとう。あんちゃん、こんばんは。え、ルージュの動画やばいよ。課金、なんていうの、隣組、ジャパンよかった。え、ね、見たかった。なんか動画とかでは見るけど、会場で見たかったよね。超エロいって話。レイちゃんでも教えてない。え、教えてよ。今のは違う。ちなみに合ってるか合ってないかは教えたくない人なの。あんまし。ピーのやぶ、そう、今ね、ビキニ着てるの見て。リップ映っちゃった。次は。ニキビのことビキニって読むのが好きなの。今日何？ピーのね、ほう。今日の大阪にいる。来週の土日行くよ。お誕生日テンションと。え、楽しみにしてて。いっぱい書いちゃおう。わかった。大丈夫やん。え、ビキニ治ったよね、マジで。もう何もなくなった。跡地もないわ。でもね、この昔のね、ニキビはめっちゃ残ってるの。この、あと、何なんだろうね。ビキニ。どうしても旬のビキニが見た人、ツイッターをめっちゃ昔に遡ったら出てくるよ。ライブしようって。え？ライブしよう。え？そのビキニ見に行くわ。レッスン日曜日お得。休みなぁ。ちなみに、ね、来週が終わったら次の練習山口県なので、丸1ヶ月空きます。山口以外の練習は。チームグラフ、休みに聞いて聞いて。昨日も今日もやった、ちなみに。遠征で結構ね、シネマ率高いんだよ。間違ったんかい。何やってんの。はぁ、わぁ、チポヨの顔は、あ、ゆうやっぽい。絶対ゆうやし、名前これしおりきじゃん。ジェス、ジェスの名前はタクマ。タクマ、タクマなの。え、ぽい。なんて言った、え、しなんて言ったっけ、さっき最初なんて言った、これっぽいって。なんて言ったか忘れちゃうんだよ。とりあえずスクシャスとか本当か知らんけど、ボスンぐらいね。
オープンだったらね、なんぼでもやるけどね。さっきタクヤって言ったし、あ、さしタクヤって言った？タクヤマジで絶対タクヤだろ。うん。文章何ページぐらいがいい？文章前最初のやつさ、めっちゃよかった、よかった。5枚。でも5枚って言ったら時間かかっちゃうから。3から5最低数もでかいっていうね。確かに助かる。なんで釣りが祈ってたら愛に引き寄せ、絶対に引き寄せられて。お願いお願いお願い、早くメガネ買おう。それすぎるんだよね、早く買ったけど。やばいの、こっちめっちゃ目荒れてるよね。やっべー。21日のうちは21日いない、20、21がいないんだ今月。イエー、結構さ、ミッチー行くとしてそういうことない？行く日に遠征行ってる、会えない。そう、20と21が遠征今月は。逆にそれ以外はいます。さっきタクやってた。タクビ。タクビじゃ、タクミやタクミでしょ。なんだろう、ユータ。ハクヤッホー。本当にタクヤ来たけど。遠征、そうそう遠征なんや。遠征超20と21。今回も。名古屋、大阪、大阪、マジでよかった、楽しかった。しゅちゃんめっちゃ眠い。眠くはないよ、目が痛いぐらい、だから取ろうとはしてるけど。なんで？え、めっちゃ今喋ってることが途中で変わったから。喋ってる途中がことが変わるのよくあるよ。寝ぼけてる時もそうなのよ。確かに寝ぼけてる時さ、会話できないもんね。しおり、しおりが質問してしおりが答えたりするからさ。今一応なんか寝落ち、わかる、なんか口だけ覚えてる寝落ちあるじゃん。うん、かと思ってごめん、ごいごい見ちゃった。マジで、ね、眠たときやばいんだよね。マジ会話できない。眠たいときとお酒飲んだと本当にやばい。お酒飲んだときも死ぬよね。死んでちょっと止めない。おい、たくや、そもそも手が叩い、ゆっくり作るか、ごめんも、え、負担じゃない？負担じゃないならよろしく。あとあれ本音だから、あれ本音だから。コンタクト取っちゃう、取りたいけどね、取ったらね結構コメントが読めない、目悪いのだからね、こう片目だけちゃんとした、ちゃんとしててもね結構ね見えねーって感じに。福山さん、どう何日目今？2日目が結局一番やばかった。1回目も2回目。ゆっくり休んで、マジポカリ飲んでさ、いっぱい寝な。寝なあと上から目線みたいになっちゃったけど。大事ね。実はここの画角ね、一体何ラジオにしても、ありがとう、心配してくれて。ラジオはね、ガチで辛い時に使いたいんだよね、なんか。泣かれちゃった。注射怖い。注射怖い？歯医者さんなの？昨日とかつけ、しんど、しんど、2日目はやばい。私ね、でもなんかさ、ワクチン打ったらなんかすごい社会的にさ生きた心地がするよね。それそれ、めっちゃ生きた心地した。めっちゃ辛かったけど、ワクチン打った時は、なんかさ仕事的にも、仕事っていうか。犯罪者的にもさ、もしもよ、もしもないと思うけどさ、考えすぎのこと言うけどさ、その遠征とかでさ、もしよ、その接種券ないとなんか入れませんとか、そういうことがあった、
起きたら嫌だなと思って、みんなの発言昨日打ったあかな、本当に辛い時も大事だけどいいよ、ありがとうね、結膜炎そうなんですよね、結構ね眼球終わりでよくね死んでねあれしてる眼帯よく、でもそんな1ヶ月に1回とかじゃないけどね、いろんな女から弱ってる方がえわかる、なんかハックンさ結構いつもが強いからさ、うーんわかるそれ、打ってない俺はもう、え打ってないの配信者の、いやこれは本当考えすぎなんだよね、しおりは3回もね、なんか3回多くないもん、これからどんどん増えて5回とかなったらどうするん、どんな気穴開けるんって話、体にどんな気穴開ける気が済むんやって、何回泣かす気あって下ろしよ、今日ラジオにするなら来週行ってあげるからラジオにしちゃうよっつって、ラジオもでもねほんとねすぐ外すから、あと1分2分で終わるよ、ありがとうね、全く強くないお、いつも強いやろ、強く振る舞ってんの、いや私ありがとうね、ほんとにやばい時は自分でわかる、あこれやべえ、お疲れ様です、岩ちゃんありがとう、岩ちゃんあさって会えるといいね、さっきのリプでそういえば眼帯のランチ、いやそうそうそう逆におもろいからネタにしちゃえみたいな、ね、感じで「てぇ」っつった「優しい失敗してくれると優しいよ」こんなアホチンなしおりの、しおりとのみみどりって言うそうなっちゃった、ええ意外と強いか、確かにえ嬉しいんだけどもう終わりか消えちゃう久しぶりやっほー、なんかさよくさツイート見に行くけど全然ツイートしないからさどんな感じなんだろうと思って置いたんだけど、嬉しいやっほー元気で、今年のクリスマスも会おうね、クリスマス付近クリスマスとクリスマスのキーちゃんでしょ、終わります、おはようみね、話してよかったよかった、マジで話してみたかったじゃあのポーズ、あ今度あのポーズでレッスンすることが目標、リアル息だから強がってる、まあ確かにちょっと生きてるかもしんないけどにしても俺といつもそんな弱ちい感じじゃないじゃん、しおりもネット息だからツイート息でしおりもまじゃねん、ふくくやすみみっちくんかわいい今日めっちゃこの顔するやんって、アホチンしおりはお利口さんだからもう終わったから来週会いに来てねピーノちゃん、はるこまちゃん、おやすみなさい、ありがとう、なんか痛い痛いとか言ってちょっと不快な思いにさせちゃったら申し訳ないなと思いながら、もうクリスマス、ね、待ってるよ、ちょっと11月か12月絶対会いに来てよね、30分経った、え、あったかな、始めたのが50分だから29分、あもうちょあと1分で経つわ、あ、ありがとう、さっちゃん、さっきさっちゃんとのツイート見てたでしょ、なんだかんだあゆりちゃん昨日発見、あ、そうなんだ、誕生日、あ、よかった、ありがとう、あゆりちゃんの誕生日をしてくれて、誕生日の時とかし結構しおりおしさんとかもその人とそのお誕生日メンバーとかと席取ってるの好き、みんなでお会いしようって感じ、おやすみ、おやすみ、ありがとう、今日は来てくれて、みちくん、ありがとう、もう終わるから大丈夫、いよーん、ひでぼう、こんばんは、こんばんは、今日もかわいい、前髪ぐちゃぐちゃだよってね、今日はもうね、さっきまで着てた服はね、チクチクしてる、中側が、だからこのもう、あの、やつにした、ついてるやつ、ということで、もう、メイクがトレトレ。今からもうコンタクトをぶん投げてはーってします、はーってクリスマス絶対に、あ言った、ね、言ったな、ウキーちゃん言ったな、スクショしたかな、クリスマス絶対に行きます、スクショしました今日は可愛い、え今日は来週はもっとかやった、えちなみにどっちやるの、20と21、確かに体
まさんお疲れ様ありがとう。みちょくゆっくりお休みになってください。ありがとねん。みんな都内では次16のゆばらさんとの妻来てくださいね。どっちもわかった。じゃ両方入ると思っとくね。少しそこみちょくおやすみちん。またでよきーちゃん嬉しかった来てくれて。愛が届けばどっちも届いたでしょ。タンタティコンパンじゃインスタライブお疲れ様。ありがとういたよね。そう、主人タンタンティとさっちゃんチェキ取ったわ。いや本当に楽しい遠征でした。本当に毎回楽しいけどね、今回すごい久しぶりだったからねテンション上がっちゃって。一回ずっと見つけて、絶対見つけるよ。主人休み次は川崎のリリーブ、あ待ってるよ。発売日かな、発売日じゃないキックオフ日かな。ちーちゃんこんばんは。ということで今日配信は終わろうと思います。会場に行くようにごめん、絶対来てまずおやすみ。ということで明日はライブないわ。明日はないですがよろしくお願いします。また明日ね。ありがとうラベンゼル。みんな一日お疲れした。ハムケイヤさん、初見さん、こんにちは。やだ、会いに行かないとしても一生好きな人。本当にそのこと忘れてると思ってたよ。じゃあね、しみしくし、いいよ、ちょっと目つぶっててもいい。見つかったら楽しくチェック。よろしく頼む。じゃあということで終わります。